あなたの心に火をともす。東洋思想及び神道研究家の羽賀光です。今回は神話神社から学ぶ開運秘伝シリーズネガティブに負けない強い意志を作るというテーマでお話をさせていただきます。2020年末に珍しくテレビを見てました。紅白歌合戦です。 ずっと見てたらニュース報道が流れまして本日のコロナの感染者数は何名でございます重症者の数は何名過去最大を記録していて死者の数はトータル何名となりましたっていうことが報道されてましたまあ私はあんまテレビ見ないんですけども2020年はテレビつけたらいつもそういうことが報道されていた印象ですまあこれね 公正中立な報道かっていうと私はそうじゃないと考えていて、ちゃんと報道するのであれば、死者の年齢層は一体何歳ぐらいなのかとか、他の病気で亡くなっている方はどれぐらいいるのかとか、もしくは他の都市のインフルエンザの死者数の比較とかをちゃんとするべきだと思うんですが、まあコロナのみの報道です。まあああいうの見てるとね、ネガティブになってくるなっていうのは非常にイメージはできますね。 まあでもコロナの報道だけじゃなくて2021年も間違いなくネガティブなニュースで溢れ返ります。自殺者の数増えます。失業率は上がります。会社の倒産係数も上がるでしょう。これはね、ある意味致し方がないことと思えるんですが、そんなネガティブな情報、ニュースがあったとしても負けない意志の力っていうのが極めて重要になってくる。また、 最近ヒットしてる映画っていうのは、そんなネガティブな状況でも負けないっていうストーリーのものが受けているように思います。映画、鬼滅の刃、まさにそうです。煉獄強次郎と鎌ま炭治郎。これは、どんなに強い敵が現れても負けなかった。その意志の力。まあ、そこがヒットしてる一つの要因にもなってると思います。他にも、昨日の YouTube ライブで取り上げたんですが、 キングコングの西野昭弘さん。むちゃむちゃ運がいいんですが、この西野昭弘さんが制作葬式をした煙突町のプペル。これもヒットしてますね。でも、どういうストーリーかって言ったら、煙突町は工場で常に煙がもくもくしてて空が見えない。そういった世界では、星空が見えないことが当たり前となっていた。でも、星空はあるんじゃないのか。それを信じて行動し続けてきたルビッチとプペル。 やがて星空に出会うまでのストーリーを描いてる。そこで街の住民たちに言われるんです。星空なんてあるわけがないよ。そんなの挑戦するの無理だよ。ダメだよって。これは絵本に挑戦するキングオコング西野さんがそういった芸能界、当時そういう状況であったっていうところと重ね合わせてるそうなんですが、何か目標を持ったり強い意志を持とうとすると、ネガティブな意見とか反対とかがやってくる。 これを自己啓発の世界ではドリームキラーと言います。ドリームキラーっていうのは自分が俺東京大学行きたいねんとかって言ったりするとそんなん無理やってもっと現実的に考えろっていう声。でもこれは自分の中にもあるんですね。つまりはどうせそんな高い目標を立てたって無理やってみたいな自分の声。そういった 心の中のネガティブにも負けない。これは、これからの時代、極めて重要になってきます。じゃあ、どうすれば、負けないかということなんですが、その答えが、神話の中にあるという話です。古事記に登場する神様たちっていうのは、アイテムを使う。で、実は、そのアイテムっていうのは、大きく分けて、三つの種類があります。それが、鏡。 そして、玉、剣。これは、三種の神器と言いまして、皇室が継承するときに代々継承されてきているものでもあります。皇室の三種の神器の場合は、八田の鏡、安刈にの曲が玉そして、阿の村雲の剣、この三つなんですが、これね、別に王様しか継承できないものではなくて、私たちの心の中に持てるものなんです。 じゃあ、鏡玉剣とは一体何なのかここに対する解釈は様々なんですが、一つの解釈で言いますと、これね、知人牛に当てはまると言われています。じゃあ、知人牛って何なのかこれは、鏡が人。人って何か愛と思いやりです。なんで鏡が愛と思いやりかと言いますと、鏡から顔を抜いたら神になる。がっていうのが愛や思いやりがない状態です。 自分のことしか考えてない状態。そういう時に人は愛から遠ざかる。逆を言うと、我がなければ人は愛そのものである。鏡を見て人は愛に目覚めなさい。そういう教え、メッセージと言われています。たまは知人牛の知恵。アイディアであったり、ひらめきであったり学び。それを人の幸せのために生かしていく。でも、それだけでは現実を作っていくことはできない。 じゃあ、現実を作っていこうと思ったら、勇気が必要。で、今回のテーマである強い意志っていうのは、知人牛の勇だと思います。勇気を持って現実を切り開いていく力です。じゃあ、この剣を祀っている神社が一体どこかと言いますと、それが愛知県名古屋にございます、熱田神宮。 神社のこういった名前って偶然決まっているわけじゃなくてその功徳を示してるっていう話なんです熱田神宮の功徳とは一体何かそれはまさに熱く高い志を打ち立てるもしくは自分がそういった熱く高い志を打ち立てた時に後押しし応援をしてくださるっていう話なんですこれが愛知県であったりもしくは名古屋の産りきになっていて。 戦国時代で言いますと、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人が生まれる一つの後押しとなっている。最近で言いますと、愛知県出身の有名人物で言いますと、イチロー選手。むちゃくちゃ高い志を持って行動し続けた結果として、ネガティブにも負けずに、世界でもナンバーワンの野球のプレイヤーとして活躍された。これはね、熱田っていうものと無関係ではないということなんですね。 じゃあどうすればそんなネガティブに負けない強い意志を作っていくことができるのかっていう最大のポイントをこれからお話しするわけなんですが実際に先ほど言いました歴史上の人物の中に圧の孤独を受けて天下人となったという方がいらっしゃいますそれがね織田信長なんですね織田信長もネガティブな状況絶対絶命の状況をむちゃくちゃ経験されていますその代表が 桶狭間の戦いっていう戦いでこれ犬川義元っていう軍勢が攻めてきたんですねその数なんと2万5000当時織田信長の軍勢どれぐらいいたかっていうと数千なんですね戦力費で言いますと10分の1ぐらいなんですでもこの10分の1の戦力費を見事にひっくり返したわけなんですがどうやってひっくり返したのかここに熱田神宮が関わってるんですね これ実際記録で残っている話で言いますと、今川義元、ほんまに2万5千の軍勢率いて攻めてきたんです。で、その時に、夕方ぐらいに、どうやら2万5千の敵が攻めてきますよってなった時に、織田信長はどう反応したかって言ったら、皆の者、深夜になったから帰っていいぞって言ったって言うんですね。で、その時に重臣たちは、運が尽きれば知恵も出なくなるというか、 今の殿はまさにそうだなというふうにして明らかえったらしい。でもねその翌日の明け方に信長はわっと起き上がって「熱森という舞を待ったんですね。有名な人生50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりひとたび生を受け滅せぬもののあるべきかと言ってほらがいを吹かせ鎧をかけてそっから 株とかぶって、わずか6期で、城を飛び出した。どこに向かったのか。熱田神宮だったそうなんですね。よっしゃ、みんな今から神社参拝するぜって。なら、わらわら人集まってくるんですよ。熱田神宮到着した頃には、300機ぐらいになってた。すごい増えてたんですね、数が。信長は言うわけなんです。この戦いは、多勢に無勢、苦しき戦いとなる。熱田狼を、どうか力を貸してください。我に力をって祈ったんですね。 その瞬間にね、驚くべきことが起こります。神殿の向こうから、鎧の音。ガチャ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 って。おおなんだなんだ、この音は。鎧の音や。戦の音がするって。なんだ、これはもしかして吉祥かってなった瞬間に、神殿の奥から、白鷺がバサバサバサーって飛び立ったんですね。信長言います。見よこれぞ、熱さの神々が我を我を守り、 勝利に導く印だって絶対に勝てるって野村が言ったんですね。その時に300機の軍勢が勝てるーって盛り上がって、さらに集まってきたんですよ、人が。夏田神宮出る頃には、2000名もの兵が集まってきた。まあ、それでも2万5000対2000なんですけど、むちゃむちゃテンションとモチベーション高いんですね、兵士たちの。それでね、見事に逆境を逆転したっていう話なんですが、後日談があってね、これね、間違いなく、これ僕ね、 あの、竹内もちひろ、もちちゃん先生から聞いた話なんですが、信長は、その時に、事前に仕込んでたって話なんですよ。つまりは、厚さの狼を、我に力をって言った瞬間に、神殿の内に隠れてた兵士たちがいて、ガサ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 ってやったんですね。のーって知らん人たちは驚くわけなんです。白鷺も事前に仕込んどいて、いいか、合図したら白鷺バサバサってやるよって、わかりました。掴かめた白鷺使って、信長が入ってた瞬間に、バサーってやったっていう仕込みやったっていうね。でも、 このパフォーマンスがむちゃむちゃ効いたってことなんですね。パフォーマンスって分かってても盛り上がるんですよ、そういうことやったらね。で、ここがね、ポイントで、ネガティブに分けないための最大の秘訣っていうのは、パフォーマンスでございます。名古屋人、パフォーマンス好きの方多いんですよね。結婚式むちゃむちゃ派手とか、もう金のシャチとかっていう感じで、豪華絢爛カビを好む。これ何かって言ったら、 豪華絢爛過敏なものっていうのは、ネガティブに負けない強さを持ってるっていうことなんですね。さっき、この暑さの薄な歴史として、一郎選手の話もしましたが、一郎選手もやっぱり形から入るっていう。ポイントで言いますと、ネガティブに負けないために、なるべく明るくて派手な服装をする。ネガティブになると黒い服とか暗い服着がちなんですけども、やっぱり負けちゃいます。そういう時は、明るい服を着る。そして、言葉で言いますと、大げさで、 大胆な、前向きな言葉を使うっていうことです。例えば私はセミナーをしてます。その時に緊張しそうになります。でもその時に言うわけなんです。いやいや、今回のセミナーは、有志始まって以来最高のセミナーになるぞっていうわけなんです。もしくは、スポーツ選手であれば、この試合も負ける要素ないボロ勝ちするぞとか、私もう最高に絶好調みたいな感じで。そういうね、プラスで前向きで高ぶる言葉を作る。それがね、 ネガティブに負けないための最大の秘訣でございます。実際に、織田信長は、そうやって、四季をこぶし戦に打ち勝ったという話なんですが、2021年もそうですが、ネガティブな状況では、そういう人間が重宝されるし、煙突町のプペルも、鬼滅の刃も、そういうストーリーかと思います。ぜひ参考にしてみてください。そして、厚田神宮の神様の、よりより深い話をさせていただく、 熱田神宮の初詣セミナーも2月に行いますのでご興味ある方は詳細欄をチェックしていただければと思います。あなたの開運をお祈りしております。芳賀光でした。